ぞ、天下取ります、島の唐揚げですよ、いらっしゃいませ。あのめちゃくちゃ賑やかですけどやっぱり集客の秘訣はこの元気な声です。そうですね、やっぱりお店自体がね活気があった方がいいと思うんで。なるほど。何かね声出してたらやっぱりお客さんも何かやってるなっていう感じでね、寄ってきてくれるから、その辺ちょっと川本さんにも分析していただきましょう怖いです逆に怖い皆さんこんにちは、川本です。今日はですね、巷で有名な天下取ります、ここ、宮島サービスエリアで、実際にやっている天下取りますさんの、はい、仕事を徹底分析していきたいと思います。じゃあ早速行きましょう、はい、じゃあ早速行きましょう。どうぞ。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。あ、宮島サービスエリアで、唐揚げ専門店の天下取りますと運営します中村翔吾と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、川本さんが、はい、ここの売り上げを徹底分析すると怖い怖いな。かなり人気なので想像で、はい、想像で。でもぶっちゃけですね、聞いといた方が楽ですよね。いや絶対そりゃそうですよ。いやいや教えないです、はい、まず何本売れてるかと絶対それは教えれないんですか。教えないです。ないし。でもこっそりかなり人が並んでますよね。そうです、まあ、今ねちょっとあれなんですけども、おかげさまで、はい、ね、さっきからすごいもう10分ぐらいで2人2組ぐらいは来てたんで、計算すればね桜ですここにあのね値段がね書かれてますからね。そうそう、だいたいこれぐらいの人が来てて、うん、で実際に顧客単価はこれぐらいっていうのも出てますからね、うん、徹底分析したいと思います。怖いな。怖くない怖くない。すいません。ちなみにちょっと僕から聞きたいんですけど、はい、ロイヤリティとか教えてもらえるんですかよくね聞かれるんですよ、はい、あのお客様にもですね、はい、内緒で。でもここはあのちょっと僕の勝手なあの分析ですけども、はい、だいたいフランチャイズとかこういう場所貸しっていうのって、はい、ロイヤリティで言うと、はい、10% から 30% ぐらいって言われてるんですよ。で、だいたいそれぐらいなんですよ。でも高いところで言うと実は4割とかもあるんですね。なので多いところは4割ぐらい、少ないところは 10% ぐらいって思っていただいても間違いないと思います。じゃあこの価格とそのロイヤリティとさっきまでの集客を見てだいたい1日どれぐらいになってるのかなっていうのを、ね、のか見ていきましょう。まあ、分析でね、はい、あの、はい、まずはじゃあ僕たちも注文しましょう。ぜひぜひ。ありがとうございます。やっぱ、はい、でもおすすめはやっぱ塩だれ。そうですね。今タナと自家製のタルタルソースが人気になってますね。タルタルソース、ね。もう力入れて完全自家製なんで。意外とね僕ね梅好きなんで。あっさりとね。全部いきますか。全部？全部。僕ね油っぽいもの食べすぎるとお腹壊れるタイプなんですけど。まあ以前にも言ってましたね。ここからここまで。全部でもね中におられるんですよ全種類っていうお客様。全部食べられる方が。そう、あの持ち帰りなんですけど、はい、上この全部くださいって言われる。ああ各3人ぐらいおれましたね。すごいな、つまものがいる。じゃあ全部だせー現実的にちょっと辛いのではい、僕は普通にノーマルで塩コショウでいってみます。いや僕じゃあ梅だれ。梅だれ。じゃあ梅だれと塩コショウでお願いします。ありがとうございます。やっぱりですね、普段中村さん、はい、このバックで流れてる音もすごいですけど、うん、ご本人の声もすごいんですよ。いやね、はい、中村さんのすごいところは接客。そうですよね、圧倒的なるあのね元気の良さとね、はい、この笑顔、はい、そしてこの頭、はい、これないとわからないですよね誰か。いやほんまそうなんですよまあやっぱりあの大きな声で呼びかけるのも重要ですよね。いやお客さんをねやっぱ集めるんだったら元気の良くて、はい、やっぱり接客しっかりしてくださるところがね、はい、印象残りますよ。また来たいと思いますからね。そうですよね。まあ、これであとは味ですね。味、はい、大事、はい、絶対もうこれ大期待ですよ、はい、ちょっと食べてみないとわからないです。塩コショウだね。忘れてる塩コショウ。緊張してるんですか。緊張します梅梅で、はい、梅休ませてる場合じゃなかったの。これ塩コショウですね。はい、塩コショウ、はい、もうこれもノーマルですね。何もかかってない状態、はい、この梅だれは庭になった梅で作ってる。あ、よし、わかりましたね。見ました、うちの庭取るとこいましたよ、梅を取るとこ庭で
ごめんなさい、嘘です、ごめんなさい、びっくりした、今のギャグじゃないか、いや今の何受けしすぎですよ、見られたかなって埋め取るところ今の完全にリアルだな、はい、梅だれです、相当こだわりでありがとうございます、すごいな、やっぱり今日動画用に多くないですか、いやいや、そういう、絶対言うと思った大丈夫ですか、絶対大丈夫です、普段からこの量、ね、この量ですよ、乗せ方です、乗せ方、あの僕のが結構心持ち、肉乗せ方、乗せ方、あ、そうなの、もう一個乗せようかじゃあちょっと分析してきますので声出すなとかやめてくださいじゃあちょっと楽しみですね、いや楽しみです、これねマジ香りがいい、香りいいですよ、鶏マスのね、はい、このね唐揚げね美味しいんですよ、味がしっかり染みてるから、まあ、しかも揚げたてですからね、そうそう、いただきます、それではいただきます、梅だれがね楽しみすぎて仕方がなかった、さっぱりしてですね、いただきます、こんなんですよ、こんなこんな、うん、うまい、うまあれですよね、天下鶏マス の, あの唐揚げってちょっと衣がサクサク系と、うん、なんかあのふわっと系みたいなしっとり系ってあるんですけど、どっちかというとしっとり系のね、そう、身がしっとりしてて、うん、これ胸肉のはずなんですけど、うん、なんかすごいモサモサしないんですね、そうそうそう、しない、だからこれすごくね、はい、食べやすいですね、やっぱりですね、こういう味のいいお店っていうのはいくつもあるじゃないですか、うん、でも集客とはやっぱり直接、まあかなりこの味が良ければ集客もできるとは思うんですけど、うん、それ以上に必要な要素って多分いろいろあると思うんですよ、そうですね、それってやっぱりこの今回の鶏松さんの例で言うと、うん、何でしょう、いやでも鶏松さん完全にあのあんまり SNS の発信されてないんですよ、まあ、しょっちゅうされてる、うん、まあ別にやってないわけじゃないんですけども、はい、ウェブの発信っていうところよりは、はい、あのキャラクター性だと気も気もしますけどね、やっぱり一番必要なのは人柄、人柄だと思いますね、まあ、何の商売でもそうですよ、いやもう確実にあの中村さんに会いたいから唐揚げ屋に寄るっていうお客さん多分いると思うんですよ、僕もそのうちの一人ですけども、あ、まあ僕もそうです、ですよね、そうですね、だからリピーターの方っていうのはきっと中村さんの人柄で来るんじゃないかなと、はい、あとはあのやっぱりあの声掛けとかがすごいやっぱり素晴らしくて、うん、宮島のサービスエリアってやっぱ人通りがあの結構多いので、ええ、声かけてあのやってるよって言うと、え、何と思ってふっと行くというか、今日もね実際にあの少し前にねあの見てたんですけども、はい、お客さんがねやっぱ寄ってこられてましたもんね、うん、そうですよね、でなんかやっぱ声掛けをするとか人柄とかっていうのが、まあ、ベースにあるんじゃないかなっていうのが一個ですよね、はい、であとはあのメディアに出てるっていうところも結構あったりしていて、あのいろいろテレビのメディアとかにも出られていて、はい、そのメディアに出てるっていうのをしっかりと横断幕とかに書いてある、あ、そういう宣伝ですね、あれもね結構大事だと思う、うん、まあ、よくあると思うんですけど、はい、テレビとか新聞とかに出ると、はい、一過的にグッと集客は上がるんですよ、でもその後にやっぱ戻るんですね、基本みんな誰も言ってますね、最初は伸びるけど戻る、はい、でその戻った時に、まあ、出てるよとかっていうのを信頼をして来る人もやっぱいますよね、そうですよね、あと有名人のサインとか、そう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 、あ、ここにも貼ってありましたけど、うん、やっぱあの飲食店の方とかでもね、後ろにこうお客さんの声とか有名人の声みたいなのダーッと並べると思うんですけれども、はい、あれを見てやっぱり会話の種になったりとかするっていうのは、まあ、結構あるので、当たり前のことかもしれないけども、それはやっておく、これ多分どの仕事でもそうなんじゃないかな、飲食だけじゃなくてね、そうですね、声を集めるっていうのはどの仕事でもすごく大事だと感じますね、そうですね、やっぱりじゃああの笑顔と、うん、まあ人柄は伺えますよね、うん、そしてこの味、味で実際見てたら、はい、結構な勢いで集客してましたけど、うん、じゃあ10分で2組、うん、1時間だと1時間だと、まあ、単純計算でいくと12ですよ、12組ですけど、まあそこまでうまくいかないとして10組だったとするじゃないですか、はい、はい、で1人頭がだいたい500円単価、500円単価ですね、っていうことはただ1時間だいたい5000円とかですよね、まあ550円のものもあるんで、まあ、600円とか、はい、平均で言うとまあ500円と換算しても、うん、まあ、5000円ぐらいでしょうかね、1日やると、1日やると、でもここ営業時間どれぐらいなんですかね、例えば10時から5時までだとする、はい、とか6時とか5時ぐらいかな、はい、まあ実質ここは7時ぐらいまでやってるみたいなんですけど、あ、そうなんだ、まあ普通の営業でいうと、まあ8時間とかで換算すると
8時間でいうと4万円ぐらい、1日4万円から5万円ぐらい出るかもしれないですね。ですね。でそれが例えば、まあ、何日働くかにもよるとは思うんですけども、はい、まあ、土日平日とかでも波があるとしても、まあ、例えば平均が4万円だとしましょうか、はい、4万で、30かけたら約120万円ぐらいの売上にはなりますよね。わ、すごいですね。すごいですよね、はい、まあ、でも100万円ぐらいは確実に飲食店 の方っていうのは上げてるはずなので、はい、まあ100万から200万円の間ぐらい上がってるんじゃないかな。そこから多分原価だったりとかパーセンテージとかを考えて、はい、まあ、経営はもちろんされてると思うんで、はい、一概にね、どういう形になってるかっていうのは言えないですけども、はい、そんな感じになってるんじゃないかなという、はい、まあ、分析ですね。川本さん的にロイヤリティ、ロイヤリティ予想で何パーセントですか？でもまあここはね結構、はい、あくまでも予想ですよ、はい、まあ天下取りますさんの多分ロイヤリティと、はい、あとサービスエリアのロイヤリティを考えると多分僕の予想は 30% ぐらいなんじゃないかなと思いますけどね。ということは100万円売り上がったとしても30万円ですね。30万円がロイヤリティとしてまず引かれると、はい、その中で今度仕入れとか、そうですね、考えると原価が多分どれぐらいだ、はい、ちょっと原価率とかね言っちゃうとあれですけど、はい、僕の予想は10から20だと思うんですけど、30いくと結構すごくかけてる方って言われてるんですね。あ、そうなんですね。だから大体10から20ぐらいになってるんじゃないかなと。ただ僕飲食のプロじゃないので、はい、あくまでも鶏の原価とか、はい、衣の原価っていうのは分からないところある。こだわってるところは結構高いんですよ。じゃあざっと残るあらりとしてはいくらぐらいでしょう。あれで言ったらだから 50% 残ってるか。なるほど、まあ、人件費の話があるから人件費抜いてますよ、はい、もちろん、はい、抜いて50ぐらい残ってるんじゃないかなと思いますけどね。そういうことですね。はい、完食しました。はい、どうもごちそうさまでした。美味しかったですね。めちゃくちゃさっぱりしました。梅はやっぱり僕梅大好きなんですね。はいはい、庭でできた、庭でできた、騙されました。相当こだわって庭で作ってんのかなと思ったんですけど、なんだあの会話は。本気してましたね。じゃあ早速先ほどの提案を、はい、翔吾さんに投げかけてみましょう。行きましょう。行きましょう。すいません、奥翔。急に今パンチ分からなかったです。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しかったです。美味しかった。ありがとうございました。これ今日食べながらですね、ええ、売り上げの、まあ、予想と、はい、翔吾さんががっぽり稼いでるぞと。いや、稼いでないから。いやいやいや、がっぽり言ってると思う。言ってないんで。そうですか。ええ、でですね、その予想はちょっとあれじゃないですか、はい、より売り上げを上げていただくために、はい、一つご提案を考えてまいりました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれは川本さんから。あ、はい、はい、いや、勝手にね、ちょっとこうやったらいいんじゃないかと思ったのが、すごいこう鶏もこだわられてるじゃないですか、はいはいはい、多分衣もすごいしっとりとしてて、はいはいはい、いいと思ってて、これをご家庭で例えば販売するキットみたいなんてあったりしないのかなっていうのはちょっと、キットなんか例えば販売キットで鶏とその衣とかをセットにして販売をするなんかご家庭唐揚げキットみたいな。翔吾さんの方からそれを本社の方にご提案していただいて、もしそれが現実になって、はい、川本さんの言うように、はい、売り上げがプラスオンでもされるようなことが起これば、あ、そうですね、この確かにセットね、はい、確かに確かに、こういうところとかに、なんかこうちょっと家庭でも天下取りますの味よみたいなポップを置いて、はい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 、でちょっと中村さんが少しプッシュすると、なるほどなるほど、だいたい全体の売り上げの 10% ぐらいが、うんうん、こう上がってくる可能性も、あー、勉強になります。確かに本当に思ってます。ちょっとなんか動画用になってないなってるんじゃないですか。いやいや、ちょっとね、思わぬあれが来たんで、はい、ありがたいことなんですけど、本当にありがとうございます。もうでもお土産もらったらいいなという今の時代なんかはですね、はい、こうやって QR コードなんかで、はい、読み取ったらもうすぐ注文ができるとかあったらいいですよね、うん、確かに確かに面白いですよね、うん、あ、すごい勉強になるわ。でこれでもし実現になれば、この企画が目指してるまさにそのものなので、そうですね、はい、あ、おっしゃるとおり、そうですね、確かに確かに、やっぱりこうやって取材させていただいたお店が反映してもらえるのが一番嬉しいので、はい、ああ、もう、はい、ありがとうございます、はい、もう心強いです。ぜひ今後もですね、いろんな会社やお店、はい、紹介してまいりたいと思います。いきますよ、はい、次はあなたのとこに、はい、爽やかだな。ということで、じゃあお二人最後、はい、締めくくります、はい、
はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。また。ありがとうございます。待ってます。